次のトークテーマはジャパンですね。ジャパン。これシンプルシンプル。あのレニーにとって日本ってどんな国？これ聞いてお答えください。最初の10年ぐらい、できるだけ1年、いつもお父さんの誕生日頃、あのですと言うと、ゴールデンウィーク、はい、が帰ります。でも、もちろん両親はもうずっと前に亡くなっちゃって、はいはい、だから最初の10年、1回帰ってますね。でも、長い間帰らなかっただから、はい、アメリカは、日本よりアメリカは外国そう感覚、ね、という気持ちになりました。そうですよね、うん、なりますよね。で他の国にも行ったことあるでしょ、うん、どこでも実はね、レニーはね、うん、格闘技の仕事はみんなあのアフリカとアントアティカしかやったことない。 あ、 あとはやったことありますよ他の国行くといつも飛行機をあの降りた後一本やってると、はい、帰りたいもう帰りたい日本に、もう日本帰りたいなぜなれば日本はねもうあの綺麗だし、うん、日本人は親切だし、あの everything works なんて言うんですね、 everything works。 What do you mean by that? 電車いつも on time、ね、今もないけど、あのもともとあのグリーンかピンクか赤の電話があったでしょ。ありましたね。でいつも綺麗で、パブリックトイレも綺麗、ね、電話綺麗だったな、確かに。いや、で、あの、マックでも、どの店でも、あの、なんていう、ワーカー、もうみんな親切、みんな、自分の仕事には。愛想いいですよね。Yeah, they take, I can't say this in Japanese. They take pride in their work. They take pride in their work. もう仕事のやりがいを。やっとマイケルが、ね、ロサンゼルスで。信じられないよね。あるハンバーガーショップ、あるハンバーガーショップに行った時にすごかったよね。いや、もう信じられないぐらいでしょ。信じられないぐらい。Next。そう。僕なんですか。で、あの What would you like, sir? The next day, what do you want? そうそう、What do you want? 信じられないぐらい。だけどあれはアメリカだけじゃないよ。17歳の時で、その時は日本人はもともとちっちゃいよ。はいはい、ね、この20、その30年。最近はね、気になせたね。だから、レニーは173センチ。はいはい、高い方ですよね。ちょっと高い方ですね。はい、あの日本に、その時は日本人の男性でもそれ、ね、なかなかなか、あんまりいなかったですね。うん、で、あの、地下鉄、東西ライン、東西線だと思うけど、はいはい、電車に、ま、あの地下鉄に待ってます、ね。混んでたね、もう全員。うん、電車が待ってます。まあね、レニーは頭ぐらいでこっちでもずっと向こう見える、こっちでもずっと向こう見える、もう高いだからね。で、あのその時代、あのブルックシールズご存知ですか？ああ、もちろん。日本で大人気ですよ。でしょ。で、大体レニーと大体同じ年なんです。あ、で、あの彼女ポスターがいっぱいあった。なんか、はい、出てましたもんね、 CM とか。で、割と似てた、うん、割と似てた、はい、ね、あの同じ年、同じ髪の毛の色、大体で、はいはい、ブルーアイとかで、はい、日本人から見たら見分けつかないですからね。そう、うん、で もちろん外人だと、もう あのあれは嫌でしたけど、その時も東西線を待ってた時、こっちでも立っているあの日本人のサラリーマン同時で、うん、あの2人は知らない、2人は自分では知らない、私は真ん中にいる、知らない者同士が、ね、あ、ブルックシールズブルックシールズブルックシールズ地下鉄に乗ってるぞみたいな、すげえ。で後ろではブルックシールズのポスターがあったでしょ。で、本当だ本当だ、同時でアップアップね、タンパがアップから多少高いだから、ブルックシールズブルックシールズがいるって言うんだから、面白い。だから他の皆さんもドミノみたいなね、おえええええみんなこと見て、そう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 、どん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 、恥ずかしい。それ恥ずかしいですよね。彼とそのよく出張に行くんですね。そのいろんな国に行きます。うん、でアメリカにビジネストリップで行った時に、その2人でいわゆるコンビニエンスストア、コンビニエンスストアコンビニエンスストアに行って、はいはい、その
まあ、買い物したんですよ、うん、そしたらまあ店員さんがやっぱりものすごい態度が悪くて、ずっとこうやって雑誌を見て、うん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 、全然対応してくれなくて、うん、レジでもなんかお釣りをね、yeah. 彼らがバーン、yeah. バーンってやったんですよ、yeah. もう彼らアメリカマジでムカつくなアメリカ人本当に腹が立つよって日本語で言い出して目のあの、あの目の前で言 う, そ う, そ う, そうアメリカ人腹がムカつくなって、いやお前アメリカ人だなじゃあまずレニーさんから最後原田さんとマイケルさんに何かクエスチョンがあれば。何かありますか。Do you love me? Of course. Yay! 嬉しい。今ねボロアンナの声で聞こえてきて。Do you love me? ちょっと低く低く低く聞こえないかも。今のちょっと今の低すぎ。ほとんど脅してるみたいなね。夢になったアンナかもしれない。When are you going to do Tekken 9?ああ、鉄拳ないね。いや、いつ鉄拳ないがあるんですか。鉄拳ないのは多分この二人の引退作、ね、引退作になるね、うん、アルトスさん。おめでとうございましたって。やるとしても、お疲れ様でしたって。やるとしても最後の作品だから、これ答えるの難しいのは、なんで難しいかというと、僕ら鉄拳7も、うん、もう2年間あの発売してから2年後にはもう次の8をもう発表するぐらいのつもりだったんですよ、うん、だから8すぐ作って、まあ、7が終わったらまあすぐに作って、yeah. まあ、例えば鉄拳7の5年後に発売するぐらいのイメージだったんです、うんうんうん、鉄拳7から5年経って8と思ってたら、7から結局、うんうん、何年経った？7年以上、ね、7年ぐらい経っちゃったんですよね、うんうん、だからもうそんなに長く続くと思わなかったんですよね、うんうんうん、だから本当は8も8すごい人気があるだから、だから人気もある、待てる方がいいって待てる方がいいかなって。いやでも僕らが年取っちゃうんで9やるなら本当早い方がいいんだけど、いやもっとね前のゲームに付け足し付け足しでいろんなこう、うんね、コードの、そうですね、うん、だからもしあでもちょっとやりたいのはいわゆるプレイステーションとか XBOX ってあるじゃないですか、うんうんうん、あれって今プレイステーション XBOXX っていうのがあって、プレイステーションはで言えば5じゃないですか、うんうんうん、あれがプレイステーション例えば6とか XBOX の新しいやつとかが出たらその時にすぐやりたいよねっていうのはあります、うん、だそれが何年後かの、なんもう噂されてるからちょっと怖いよ、ちょっと怖いな、やばい、確かに予想より早いかもしれないよ、プレイステーション6思ったより早く出たいやでもそれが出る時にはやりたいですね、すごいね、僕は逆に9出た時もそういうコンソールとか PC とかじゃないのかもよ。そうね、まあ、全然まだ今全然私たちも分かんない新しいかなんか、ね、テクノロジーが出てくるかもね、かもしれない ね、うん、だから任天堂プラットフォームでもやりたいね。ああ、うん、確かにね、本当はね。最初大阪行った時もうなんてこれアメリカみたいな感じ。そうね、ね。で私も最初に大阪行った時あのまだに日本の卵でしたね。はいはいはい、で、これ気持ちいい。ね、あそうですか。やっとあのボーイアンドガールは手を持って行っているとかね。はい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 、あれは東京ではその時代は東京では全然やってない。でほとんど男性組、女性組とかね、それしかない、ね、東京ではね。もう大阪人はもう結構みんなフレンドリーだし。大阪ちょっと仲良くなるとね。はい、ねお騒ぎ。お騒ぎしますね。ね yeah. これめっちゃかっこいいやん。どこそう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 。あれはあれは気持ちいい。いくらあったあといくらそう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 。何万や何万。いくら高すぎよ。いくらあったんだ。これ地毛染めてんの。そう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 。ねこれ大阪では当たり前でしょ。これ東京で言うとデリカシーがないって言われる。ね、そうじゃあ大阪の方が好きなんだけど、大阪はちょっとアメリカンなんですよ、ねね、でも大阪アメリカより大阪の方が好き。あ本当ですか。アメリカはちょっとプライバシー言い過ぎちゃう、ね、アメリカ逆にプライバシー言い過ぎちゃう。同じスーパーでもう月1回ぐらいで会うおばあちゃんとか、うん、急にあ今日はちょっとゲリだねとなんか急にえそう急に大
そう、もう今日はもう私ちょっと下痢なんだとか言うんですか。そう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 、すごいじゃん。失礼が今部屋出たとかえ I don't care アメリカってやっぱちょっと大阪よりすごいわけだ、まあ、again again あの覚えててくださいアメリカも広いんだ。広いからね、ところによって違う、違って違う。東京はお金出せば美味しいものあるので、そうね、大阪は普通にその辺のものが美味しいよね。ああ、まあ分かる。おまんとすることは分かる。おまんとすることは分かる。今日はそろそろおしまいですけども、おしまいですけど、レニーに今日どうでしたと感想を聞いてもらって終わりましょうか。はい。というわけでまあ今日長々といろいろお付き合いいただきましたけど、レニーさん今日この初めて春の場来ていただいて、うん、どんな感想？楽しかった。楽しかった。楽しかった。あ、実はね、最初はちょっとナーベスでした。あ、ちょっと緊張した。いや、緊張。あのだからいつも何か初めてするとき、もう疲れた。ごめんなさい。初めて。うん、するとき、うん、知らないんだからちょっとドキドキになっちゃうんですね。ですね、だからもっとよりもっとより面白かった。思ったより面白かった。ごめんね。いいね。いや、期待して。なかなかレニーさん正直でいいですね。もっとハードワークだと思った。そうだ、ね、でも全然やりやすいし楽しいし。そうですよね。ありがとうございます。ああ、よかったです。だから言っちゃったよ。じゃあレディさん、そろそろ、はい、ありがとうございます。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで本日のゲストは、はい、原田のバー3周年記念スペシャルゲスト、レニーハートさんでした。